当位は、襲大及びその後の中国東方の異民族の総称で C の一つである。エビス。エビスという漢字は、大と弓と書いて、交戦的な民族として、下げすんだ意味合いを込めている。本来は古代中国の東に位置する山東省、たりの人々に対する呼び名であったが、旗以降は、朝鮮半島、日本列島などに住む異民族を指すようになった。後に、 日本でも異民族を意味するエビスということ一体化し、朝廷から見て、東国やエゾの人々のことを東位、東伊、エビスと呼んだ。紀元前1世紀頃の東伊諸国、2世紀頃の東伊諸国、4世紀頃の東伊諸国、5世紀頃の東伊諸,諸国、6世紀頃の東伊諸国、8世紀、9世紀頃の東伊諸国。太古の先進時代、は三島にあった。 諸民族を指し、花夏族の起源の一つである。破体校、校が文明の担い手であった漢民族は、自らを、花、夏、花夏などと称し、周辺の諸民族を、東い北敵、西獣、南蛮と呼んでいた。五漢諸島以前によると昔、行が、ただし中に命じて、グーエビスに住まわせた。そこを陽国と言い、日の出るところとされた。 加去氏の大野康氏が徳を失うと、偉人は初めて反乱を起こした。将校以後、東位は、大大夏王朝の王家に服していた。やがて王家が行き渡り、東恵比寿たちは、王門まで招かれるようになったため、そこで彼らの音楽や舞踊を披露した。ケツが暴虐を欲しいままにすると、諸位は中原に侵入し、陰の湯は革命を起こして夏王朝を滅ぼし、諸位を平定した。 中帝の時代、アイエビスが中国に侵入して、略奪を働いた。これより304年の間、諸位は服属と反乱を繰り返すこととなる。武術の時代になると、陰王朝はすっかり衰え、逆にアズマエビスが盛んとなる。その後、東位は、ワイソイ流域や泰山周辺に移り住み、次第に中国本土に移住するようになった。州の武王が陰のミカトシンを滅ぼすと、 祝神が石と矢を献上してきた。武王の死後、甘粛新たと、再宿度が衆に背き、遺敵を招き寄せて、反乱を起こすが、周公団によって聖伐され、隠して遠位は平定された。周の皇王の時、祝神が再び至る。あと二女エビスが王位を戦勝し、旧エビスを率いて、宗主国である周を撃つべく、西の川にまで迫ってきた。 僕王はその勢力が決起盛んなのを恐れて東方の諸侯を分割し女の援王に与えた。援王は池の東により神義による政治を行ったため、その国への徴降者は三十六国にも及んだ。そこで僕王は素愛に命じて女国を討伐させた。援王は慈悲深い人であったため、道理に外れたことをせず女の国民を先頭に借り立てることをしなかった。 そのためスワイに敗れ、北の北条竹原の東山の麓へ逃れたが、女の国面数万人も、炎王に従ってこの地に住み着いた。そのためその山は女山と呼ばれるようになる。州の霊王が武道であったため、純エビスは中国に侵入して、略奪を行った。霊王は、中に命じて、これを聖伐させたが勝てなかった。千王の時代、州は、メシ公に命じて、 再び討伐を行い、純エビスの平定に成功した。州の竜王が悪政を行い、市の侵入を招いたため、州王朝は東の楽遊に戦闘することとなった。その後、西の観光が春秋の覇者となると、西の周辺の遠い所属を追い払った。その霊王が諸行や純、エビスらと猿で解明したのを機会に、純エビスは座絵に調校し、命を守った。 あとに、古史が、老に戦とすると、越王の光線は、純恵比寿を征伐し、初夏を打って、三島地方の小国を侵略していった。旗が六国を併合して、中国を統一すると、純恵比寿や死恵比寿はすべて分散し、旗の民子となる。沈昌、五孔の乱をきっかけに、沈朝が滅ぶと、エンジンの、A、マ満は七である朝鮮により、その国の王となった。 それから104年後、全漢の武帝によって、英史朝鮮が滅ぼされると、中国東北部の東伊所属は、漢王朝に徴行するようになる。新の王,王が定位を散脱すると、白人は返京をあだした。五漢の剣務の始め、東伊諸国は再び徴行した。時に、両党大使の祭りの威勢は、北方の所属を恐れさせたため、その名声が海の向こうにまで届き、ワイ 白は、藩といった所属が万里の果てから中国に調降してきた。特に、小帝、和帝、以後は施設が往来するようになった。安定の英書年間に五官の政治が多難になると、遠い所属が初めて入港するようになる。官邸霊帝の失政では、年ごとにその混乱が大きくなっていった。五官末期の動乱により、両党地域には、 高孫氏が三代にわたって拡挙していた。中国の天使はこの地域を絶域とし、その一切を高孫氏に委任していた。そのため、中国と遠い諸国との国交が断絶してしまった。義の継承年間、明帝は、芝居に命じて高孫円討罰を行い、落老軍や大砲軍までを支配することに成功した。これによって、遠い諸国は義に屈服し、 以前のように国交が回復された。これ以後も歴代の中国王朝と遠い諸国との交わりは行われ、その歴史は24史の核、遠遺伝に記されることとなる。周代以前のエビスは現在のチャンス省や山東省付近に住んでいた民族を指していた。その頃のエビスの意味合いとして五漢諸遠遺伝に以下のように記されている。このように初めの エビスには、無別的な意味合いは見受けられず、むしろ好意的な印象を受ける。しかし、終代以降、現在のチャンス省や山東省付近に、聖や炉といった漢民族系の国々が建国され、遠いと呼ばれた人々が漢民族に同化されていくと、遠いという言葉は、現在の中国東北部や朝鮮半島に住んでいた人々、すなわち、ワイ、ハク、はハといった、 諸民族を指す用語となった。しかし、中国東北部の東ズマエビスにおいても、東位は一般に心穏やかに行動し、心に包むことを慣修としている。これは、他の三方の番位と異なるところであると記し、また、東位諸国は、異敵の国といえども、外の例がある。中国ではすでにその例を失ってしまったが、東位では、それがまだ信じられていると記していることから、 無別というより、むしろ敬意を感じる。日本では、エビスを、エビス、エミシ、殺す、平らげると訓読させた。エゾや、遠いなどにその用法が見られる。また都から遠く離れた未開の土地の風俗を指す、エビス曲として、城代の歌謡の一種、あるいは田舎風の詩か、教科として表現した。日本初期では、蛍光天皇城に、竹内スクネが北陸を呼び、 東方諸国を視察した際の記述として、東のエビスの中に北上国あり、その国の人、男女並みにしいうわけみを分けて人となり勇み壊し、ぜをすべて、えいぞというとある。また荒々しい武士、情を理解しない荒っぽい人、風情がなく、教養、文化に欠ける人、特に東国の武士を京都の人から見て、あずまエビス、エビスと呼称した。 フィンランドの言語学者、ユハヤンフネンは、先日本祖語が、シナゴ派と同様の類型論的特徴を持っており、三島半島近くの沿岸にいたアズマエビスの一種の言語であったが、朝鮮半島に侵入して、そこでコークリ語のような言語と接触して、アルタイ語的な類型論的特徴を獲得した後、九州から日本に入ったという仮説を提出している。ありがとうございます。